誰かを疑って呪ってしまうことも、最悪な日々を共に過ごしたことも、伸ばした手が届かなかったことも、きっとそれだけで君も誰かのせいにしないと生きられないでしょう。本当はもっと上手に生きたいだった。体を守るにはこうするしかないと思っていた。君を歓迎するよ。物語の悪役になる覚悟はあるかい？どうか綺麗なままでいてくださいね。もう何もわからなくなっていた。生きるのって苦しいですけど、死んだら何もないでしょう。くだらない話です。悪意を持った一部のもの、流されるままのもの、そして同感に徹したもの、あいつを殺したのは人です。お前にもできないことはあるだろう。君がもっと悪い人なら